芦屋神社境大古墳は、兵庫県芦屋市東芦屋町にある古墳。形態は円墳。芦屋市指定史跡に指定されている。六甲山地南六の大地上、標高85メートルに立地する古墳である。古墳時代後期末に築造されたと推定されている。現在は単独で存在しているが、もともとは、傘が使う群衆墳を構成していた一基。墳丘は円墳である。 埋葬施設は右肩袖式の横穴式石室で、その主軸は西に8度傾いて南方向に開口している。現室は芦屋市内で唯一天井石が完全に残り、紛糾も良好に残っている。これまで発掘調査は実施されていないが、2013年に京都立花大学文学部によって紛糾測量を石室実測調査が実施されている。 この古墳は、現在、芦屋川上流の弁天岩で祀られていた水神の、社となっていて、建室内に、後世の石祠が置かれる。また、古墳の前には、水神社の石碑が建てられている。2016年に、足屋市指定史跡に指定されている。古墳の規模は次の通り。埋葬施設は、右肩袖式の横穴式石室が構築されており、 その主軸は西に8度傾いて南方向に開口する。石室の規模は次の通り。ありがとうございます。